一番くじ、ゴジラ1.0が11月18日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回900円で、1ロット80本ですので、すべて購入したら72000円になります。衣装はゴジラ2023のソフビックスです。今回もゴジラ造形の第一人者の坂井雄二氏が原型、再色を担当する、坂井雄二調節造形コレクションが衣装となっております。今にも方向が聞こえてきそうな、 言葉では言い表せない躍動感がそこにあり、ポージングだけでも一見の価値ありです。また細かいディティールも妥協は皆無。造形だけではなく、巧みな彩色表現で本作のゴジラの独特の体色を見事に再現しており、造形、彩色ともに完成度の高さは、まさに決定版と言っても過言ではない一品です。当選確率は80分の3で3.75%です。B 賞はセリレのプレートです。ゴジラのセリレを模した。 陶器製のディスプレイプレートです。しっかりとした大きさで、様々な用途でお使いいただけます。当選確率は1 80分の1で1.25%です。C 賞はゴジラデザインのマグカップです。使い勝手の良いサイズのマグカップです。シンプルなデザインでまとめました。当選確率は4 80分の4で5%です。D 賞はガーゼタオルです。ガーゼ素材を使ったタオルです。お好きなデザインをお選びください。 当選確率は80分の4で5%です。E 賞はアクリルスタンドコレクションです。集めやすいサイズのアクリルスタンドです。お好きなものをお選びいただけます。当選確率は80分の10で12.5%です。F 賞はブラックタンブラーです。ブラックとシルバーでシンプルなデザインでまとめました。お好きな作品をぜひ狙ってみてください。当選確率は80分の14で17.5%です。G 賞はキャンバス風イラストボードロゴステッカーです。 キャンバス風イラストボードはオーライのりよししが映画ポスター用に手掛けた後でまとめました。付属のステッカーは、スマホケースにも入れられるちょうど良いサイズ感です。当選確率は80分の24で30%です。H 賞はモンスターヘッドマグネットです。ご好評をいただいているヘッドマグネット、今回はこのラインナップです。比較的当たりやすく、集めやすい投賞となっておりますので、ぜひ狙ってみてください。 当選確率は80分の20で25%です。ラストワン賞はゴジラ2023の熱線放射バージョンのソフビックスです。こちらも堺井二氏がラストワン賞用に彩色を手掛けており、堺井二超絶造形コレクションとしてラインナップしております。本当に発行していると錯覚させるような巧みな彩色表現は必見です。まさに放射熱線を吐く寸前、刹那を切り取ったような臨場感を、ぜひお手に取ってご堪能ください。 以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。